道明寺天満宮のなで牛、牛島神社のなで牛。なで牛とは、牛の座像の置物をなでて、自分の病気を治す、信仰習俗。なで牛とは、自分の体の病んだ部分や具合の悪い部分をなでた、あと、その牛の体の同じ箇所をなでると、悪いところが牛に移って病気が治るという、俗信であり、風習である。この信仰は、まじないの手法の一つである。 なで物に由来する。すなわち、自らの罪や、けがれ邪気を人形に移して払い、心身を清めるというものである。このような形の俗信には、品の国善工事や、奈良東大寺大仏殿前の、オビンズルや、戦争時脇の浅草不動村の、なでフッツがある。撫で牛は、病気平憂のみならず、諸願成就にも効力があるとされ、開運を信じて、常に、 牛の体を撫でていれば、出世は元より万事願いが叶い、自ら思いもよらない幸運に恵まれることさえあると言われる。子女の無病息災や子孫繁栄などの効能があるとも言われ、東京向島の牛島神社には撫で牛によだれかけを奉納する風習があり、それを生まれたばかりの乳児にかけると元気に育つという交渉が残る。 なで牛信仰の起こりがいつの頃かはよく知られていない。しかし、病気兵を主とする蒸気のような形での信仰が盛んになったのは江戸時代からである。江戸時代中期以降の印刷物である海運なで牛演技には、なで牛を祀って海運を得る手立てが示されており、山城国の伏見稲荷大社門前に所在する伏見人形の店には、この印刷物が、 なで牛の置物と共に配布されていたと言われる。上述の海運なで牛演技によれば、毎月1日、15日、28日の月3回、朝一番に組み上げた初水を供し、灯明を剣じて祭るものとされ、なで牛の像は、その大きさに応じて作られた布団の上に据えて、今の卓上や違い棚などに置き、大黒天を念じつつ、常にこの牛をなでさすっていると、 その家には、吉事が現れ、カウンが大いに開けると言われる。そして、一家に吉事があれば、その度ごとに、撫で牛を増やして、祭り、十二日おきに訪れる、牛の日に、小豆餅を備え、初歩も祭って、家でいただくべしとしている。また、到来物はすべて撫で牛の前に備えるべき、こととしている。同演技にはまた、出世大国天才の法なる分もあり、 そこには、大黒天の霊言はことごとく、撫で牛の頭の部分に勘定されているのだから、撫で牛の頭部を撫でながら、願いが叶うことを記念すれば実現すると記されている。海運撫で牛演技によれば、大黒天の縁日に当たる講師の晩は、撫で牛に煎茶を備えた後、その茶を一人で飲むこととされ、また、他の人は茶を備えてはならないと記している。別の印刷物には、 なで牛像を取得して、最初の講師の日に、像を黄色に染めた木綿の布団の上に置くべきことが、記され、自分自身で縫い上げた財布を、牛の腹に入れ、講師の日のたびに戦火を財布に収めるようにすれば、必ず金銀財宝を得て栄えると記している。大黒天のお守りやおかげは、なで牛の頭部に誕生されると考えられたり、また、なで牛の中には未見に、 大黒天の像を彫り込んだものさえあったり、さらに上述のように大黒天の縁日がとりわけ重視されるなど、鍋牛信仰と大黒天信仰とは密接に結びついていた。鍋牛は黒色であることが本来的であると理解されてきたが、それも大黒天の黒に由来するものと考えられる。大黒天は元来はバラモン教の神。 マハーカーラが仏教に取り入れられた天部の神であるが、中世以降は牛を乗り物とするマタラ神とも集合して、福をもたらす仏神として俗神化したことが知られる。ナデ牛と大黒天の結びつきは、京都市左京区、松ヶ崎の日蓮州松崎山明演寺に橋を発するとも言われる。ナデ牛は、薬病の神として維持された、ゴズ天皇とも深い関わりを持っている。 小津天皇は、京都や坂神社の祭神で、荒ぶる神の系譜に属することで知られる須佐能村と同一視されており、小津天皇信仰では、その強い霊を信じてうやまえば、薬病を免れると伝承される。文政八年頃に奉納された石製のなで牛で、著名な向島の牛島神社は須佐能を祭神としており、ここに見られるなで牛信仰は、 後ず天皇信仰に遠言を発するものと考えられる。牛神社も三椒稲荷神社では、狐、八幡宮では、鳩が紳士として、聖なる鳥獣とされているが、菅原道真を祭人とする天馬宮では、牛が聖家物とされ、境内に伏した牛の像が安置されていることが多い。牛は、菅原道真の乗り物と考えられることも多く、 各地に牛乗り天神の人形が伝わる。また、なで牛には天神の神門である梅花門が国される像も少なくない。農耕神や雷神として祀られてきた天神が道真の御霊と結びつき、その一方で農耕の中で大切にされ、天の祟りを払う獣でもあった牛と天神信仰とが結びついたことにより、牛が天神の使いと考えられるようになったものと考えられる。 なで牛は、熊で、だるま、招き猫、おたふくめん、はりこの虎などとともに、縁起物の一つとなっている。加藤玄越、我が衣には、福助人形について、春の頃より、加納福助という人形を、蝶抜きにせし物代に流行して、一枚へその他主事のものに順へて持ち運び、後には、なで牛のごとく、布団を、幾枚も重ね、これを祀れば、 トミユをマストて、正規偶に入れて売るもの、ありと記載されており、ここで言う、春とは、文化元年の春であり、その当時、なで牛の像は、布団の上に置かれることが常識となっていたことが、うかがわれる。なで牛はまた、特に、当時の吉原遊郭や祇園の花町では遊女たちの信仰を集め、遊郭には、通常の神棚とはまた別に縁起棚が設けられ、エビスや、 大黒天などの服の紙のほか、小判をかたどった、神針小判百両法や、男性のペニスをかたどった、神針大根型とともに、なで牛の像が置かれ、小豆持ちばかりではなく酒持ちなども備えられたという。ガ牛の像はまた、江戸時代にあって、根付けとしても作られた。木製内紙造下製の根付は、いわば携帯用のなで牛として製作された可能性も、考えられる。 昭和初期に活躍した作家、堀達夫は、自伝的作品、幼年時代の中で、向島の牛島神社の撫で牛について、どこかメランコリックな目指しをした牛が大変好きだった。と書き記している。また、日本橋曝露町生まれの明治時代の作家、淡島寛月の読んだ俳句に、撫で牛の石は、両識青馬カラがある。かつて、中国には、 なで牛に似た風習があった。五感の王光、る論考には、毎年立春前後に、春牛と呼称される牛の像を飾り、人々はこの像を撫でて、病気併用を祈願したと記載されている。ありがとうございます。